待ちなさい旅人、ここに用はないはずよ。立ち去りなさい。待って、あなたは仲間じゃない？ウェアウルフよね。それならここに用があるはずね。ごめんなさい、フロストムーン団のラケルよ。ようこそ。どうしよう。ようこそどうしよう。血を分ける者と会うのは本当に久しぶりだ。俺はマジニ、フロストムーン団のアルファだ。我々の法を尊重する限りはここに歓迎する。そうだ、数世紀にわたりまだソルスセームには真にその血が流れる者たちがいる。我々はハーシン王の祝福を受け入れることを選んだ。よく知っているだろう、野獣の力とスピードを、狩りの興奮を、殺しの歓喜を。これが我々の生きる目的であり生き方だ。父にとってもその父にとってもそうだった。だからその道を歩む者は誰でも歓迎する。何人かは見つけられるかもな、ノラや孤立したカリウドとか。だが真の群れとして残っているのは我々が最後だ。肉、毛皮、骨、狩りの戦利品だが、お前にはほぼ無用のものだな。もう一つある。グレートハントの時代より我々の群れはハーシン王の祝福を受けた指輪をいつい保管してきた。お前には彼の寵愛を感じる。お前にならこちらの言い値が払えるならこれを譲ってもいい。さあ見てみろ。ハンツマンの導きあれ。アカール、狩りは俺、話は奴がする。行って話をしろ。鹿にセイバーにリークリングにイノシシにクマだな。俺はもうすぐ狩りに出る。マジにでも構ってろ。ふん。どうしたの？今はね、群れはここから北東の山々に住んでいた。全滅させられるまではね、ウェアベアメ。マジニが領地奪還の支援を申し出てくれた。それまでは彼と狩りをする。その後はいずれわかるわ。話しなさい。ま、生まれてからずっと両親はマジニの父がアルファだった時代に群れの一員だった。彼らの死後はマジニとアカールが面倒を見て狩りを教えてくれた。彼らほど上手じゃないけど頑張るわ。なぜ？彼らの暮らしを見た？
アッシュホッパー一匹、ネッチ一匹に怯えて家の中で縮こまっているのよ。ここにいる方がマシよ。狩りも自分で生き方を選ぶのも自由だわ。良い狩りを。気持ちのいい日ね。あら、
世界は記憶することになる。世界に終わりが来るということ。ここ彼の聖堂の中で、ここで我々は苦役する。その記憶は消え去らない。我々は夜取り行け。うわっ、かつて怠惰だった我々の手は今、彼の言葉を伝えることができる。世界は聞くことになる。世界は見ることになる。世界に終わりが来るということを。ここは彼の祠。
人々は忘れてしまったが、ラクの力を、その記憶を知り腐らない。貴様の偽りの手を、もういや、私は倒れない。我らの手で取り戻す。信仰なき者が盗んだもの。遠く離れて行く。彼を身近に感じる。彼の目で見ることができる。かつて怠惰だった我々の手は今、彼の言葉を伝えることができる。
をからかった。早くだ。すぐ後ろにいますよ。何を持ちましょうか。じゃあ出発しましょう。
何するのよ。